ガイカメルマガ脳を使いこなそうシリーズ1、脳コンピューターにとっての現実。2018年4月9日。おはようございます。一般社団法人ガイカ GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です。本日もお聞きくださっている皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう、カエカより応援しています。本日のカエカメッセージ、脳コンピューターにとっての現実。新年度始まっての2週目。学校でも今日あたりから入学式、新学期のスタートするところが多いのではないでしょうか。さて、そのスタート。ウキウキ、ワクワクの新学期。本日は、量子力学的にも説明できるのですが、脳科学側からお話しいたします。脳コンピューターにとっての現実。それは、あなたの脳コンピューターは、1、自分が思っていること、2、自分が言っていること、を現実と処理しています。人から言われたこと、周りの環境、を現実とは思っていません。ということなんです。あなたが、すごい、よくやった、天才的、と言っていれば、思っていれば、あなたにとっての現実は、すごい、よくやった、天才的、です。うわ、最悪、ひどすぎ、と言っていれば、思っていれば、あなたにとっての現実は、うわ、最悪、ひどすぎ、です。私自身すごく納得がいきました。かつて、7、8年前は、自己否定満載、認めてもらいたい感満載。心の中はいつも、まだダメだ、認めてもらえてない、もっと頑張る、でした。すると、周りがどれだけ褒めても、お客様からお褒めの言葉をいただいても、私にとっての現実は、まだダメだ。毎日毎日乾いた感覚。というか、渇きが日々増していき、どんどん苦しくなっていっていました。何度もお伝えしていますが、自分褒め。朝6時に起きた俺、偉すぎ。妻に自分からおはよう。って言った俺、最高。などを毎晩毎晩、5個から10個くらい、書いていきました。結果、私にとっての現実は、俺偉い。俺最高。すると、周りの環境に左右されなくなってきたんです。どういうことかというと、周りが言うこと、思うことは、私にとっての現実ではない。脳は、自分が言うこと、思うことが現実。だからなんですね。ということは、例えば、先週のいじめに関してのメルマガ、いじめで起こっているエネルギーフィールド、メルマガ本文中のリンクをご参照ください。ともつながりますが、周りからひどいことを言われた。バカじゃないの?と言われた。それに対して、あなたが私は私でしっかりやっている。と思っていれば、あなたにとっての現実は、私はしっかりやっている。バカじゃないの?と言われたことに対して、あなたが、どうせ私バカだし、と言ったり思ったりすると、つまり相手の影響を受け入れると、あなたにとっての現実は、私はバカだ、になってしまうんです。周りの環境、相手からの言葉、出来事、と、あなたの反応、受け入れる、受け入れない、の間には、ワンクッションがあります。受け入れるか入れないか、あなたが選択できるんです。そんな、相手が、めちゃ高圧的で、そうならざるを得ないでしょ?すごいパワハラだよ。実はこれは心理学者、ビクター・フランクルという方の研究結果です。この方はユダヤ人。なんと、アウシュビッツ収容所を生き残った数少ない人物です。そこでは、1日にパン、1個、板のようなところで寝て、病気や体を壊したりして動きが悪くなると、働けないので毒ガス室で殺害されます。劣悪な環境です。ビクターの両親と奥さんもアウシュビッツで亡くなっています。その中でビクターは
ドイツ兵は私から、財産、家、両親、妻、あらゆるものを奪った。しかし、私がどう思うかを奪うことができない。という強い信念で、収容所の窓から月を眺めながら、絶対にここの収容所から出て、大きな大学講堂で、大勢の学生たちに、この生き方を語るぞ。と思い続けていた。ドイツ軍は、このように思い続けることを、ビクターから奪うことはできなかったんですね。そしてドイツ軍が敗戦。ビクターは解放され、心理学者として活躍をされています。あなたの脳コンピューターは、1、自分が思っていること、2、自分が言っていることを現実と処理しています。人から言われたこと、周りの環境を現実とは思っていません。あなたの言葉が、あなたの意識が、あなたにとっての現実です。新年度。最高の言葉で、最高の意識で、素晴らしい人生を歩んでいきましょう。いつも最後までお聞きくださり、ありがとうございます。ではお聞きくださっている皆さんにとって、素晴らしい一日となりますように。